とどまるな冬の道、うん、海に出かけよう僕だけの秘密の場所、はい、さあ波打ち際で今日も語ろう、うん、隣に君はいないけど何なんだこのポエムは。ファッションばっかり見るとなるほどね目がねおかしくなってくるから。関は旧大ってやつか。そうよ。どうだい第二の大久保さん。ゴルフキャップ、うん、ゴルフキャップだけどあえてこの迷彩っぽい柄を。サングラス黄色どうなんでしょうね。あのヘッドホンって防寒用なの、うん、ヘッドホンはと話してたあのおしゃれ用。おしゃれ用なんだ、うん、あ今これあるの。あるある。おしゃれ用ただつけるだけの。あ防寒用なんだ。防寒にもなるしおしゃれにもなる。あったかいもんな、うん、ジャケットレディースセーターはなんでレディースなの。なんか上の4番がこうダボっとしてるから、うん、その下にさらにメンズのセーターだとダボダボになるからあえてレディースの細いやつでシュッとさせたいと。やっぱ僕大久保さん好きだな先生8番、うん、デニムカーゴパンツ。へえ防水スニーカーか、うん、あーまあこれでも全然滑んなくていいんだな。わー6番7番が結構こだわったポイントらしいぞ。ちょっと中に臭いけどね。シルバー系で若干まあ若作りしすぎかなと言いますか、うん、40間近でこれはないかなと言ったところがあるが。そうか、まあ、でも若作りはいいと思うけどな。ちょっとトータルコーディ見ていい、うん、これダメだろこれダメだろ数展開した業界人でもここまではやらんだろこれ関わっちゃいけないだろこいつに。こんな人いたらうーんやばいでしょ別に音も鳴ってないんでしょこのヘッドホンから。うん、つなげばつなげばなるけどな。つなげばね、うん、ワイヤレスだから。クソだせえなこいつなんなんだこれそれはセンサーチュースうっす。お劇だったか。うおーよっせー。あーぼちぼちな、うん、あとは向こうのカーネル・サンダースにも挨拶しとくか誰もいねそれは面白いです。こんだけはっちゃけた格好してるのにそれは面白いです。やっぱ誰も寄ってこないよね、うん、ポエムでわかるもん。世界観わかるもん誰も寄ってこないよ、うん、カーネル・サンダースぐらいよ話しかけるのは。あとマクドナルドとか、うん、ピエロとかな一緒に座ってるやつだ。そうそうそうぐらいよ。まあそうだよね。薬局の像とかに話しかけてんね。せつねえなぁ。なんだろう、このポエムを読んでから、うん、こいつを見ると、うん、ちょっとなんか愛嬌があるとか、やっぱキャラ立ったんだろうな、このポエム、うん。ちょっと好きになってきた。おっさんのなんか哀愁的なものが感じてくる。ジーンとするね。うん、かなり今、ほろってきそうになった。ジーンとするなぁ。悪いやつじゃないよ。確かに、うん。カーネル・サンダースに挨拶してる男。いろんな人に悪いやつじゃない。なこれえあいつバカになったついに。えこれだって鎧でしょ。そうなんだよ。つーか鎧あるんだ売ってんだ。そうナイツオブラウンドっていうお店があってそこで一式それぞれ売ってるらしいよ。こんなどこで着んだろうね。コスプレだよね。もう街中で街中でこれ着たやついる即警察だよ。なんで鎧がいろんな部位で買えるっていうのが、うん、おすすめらしい計算的に。え高っえ30万ぐらいするねトータルで。するな買うかこれお前。いや俺でも鎧欲しいと思ってはいるんだよ。着たい着たい。えでもこれさ西洋の甲冑モニュオブジェクトで買えるんじゃないの。一式着ないやつオブジェクトって着るように作られてないやつとかもあるから、うん、ちゃんと着れるように売ってるやつはこう高いのさ。いろんなのあるから着たいんだ、うん、一回は。夢か夢。あ夢か。日本の鎧でもいいんだけど。そのまんまだよなそのまんまだね、うん、全身切るとこのようにそのまんまだよな。ちょっとフェイスガード上にガバッと開くから、まあ、出てきてほしくないなラグナロックオンラインが出てきてほしくないよね、うん、やっぱゲームの人だよね、うんうん、基本的には。出身はね。エラーヘルムとアイアンケインください。ヘルムだけだと足りないと。そのままイズルートダンジョン潜っててほしいなずっと5階から出ないでほしいな地下永久にな。えなんでキリス出てきた。いやいいなと思ってファッションにも今つか安いんだそう意外と
ギリースーツ安いんだよ。安いんだ、1万円で買えんだギリースーツって。こんなん着たら分かんない。結構これいいやつだよ。安いのはもっと6000円とかで売ってるやつだから。白いギリースーツはこれさ、サバゲーできたらめっちゃ強くない？雪雪中戦なら強い。外でやったら、うん、1万円なら手頃だな。中に着るのも白系でいかないと間でバレるな。あー、これサバゲーセットじゃないか。2万5000円で逆にサバゲーセット冬用のやつ買って、うん、カモフラージュ率 100% になるんなら、そうありだね、うん、やってんのサバゲー冬。冬はやってない。やってないんだ、うん、室内でしかやってない。雪を溶かさないといけないから。そうなんだ。釧路とかのところは冬でもバリバリやってたりするんだよ。なんか雪合戦大会とかだな、じゃあ。そうそうそう、着てくのは。でいざギリースーツ着ても銃自体が黒いから基本。あ、なるほどね。バレやすいんだよな。なるほどだ。うん。変態だな。街中で着るとこういう。いや変態だな。いや、これ変態だな。これマスターキートンやっても変態だな。通報する、こんなんあったら、うん、通報する気か。やめておけ、この距離なら俺の逃げ足の方が絶対に速い。はい、これなナイフと銃の比較みたいなやつだろ。バカでしょこれ。早いからなんなんだよ、こんなんあったな。ギリーなんだからバレないの 目当てにするやろ。いや終わっちゃったか、うん、ちょっと面白かったな。ベストコーディネート賞を決めないと。おお、こいつまずいいよね。ベストコーディネート賞いいな、うん、もしもしさっきの計算のあれ1017だ。これ深いな、5行で深いわ、キャラ立ちさせんの。こいつもいいな、こいつちょっといいな。味してきたな。ポエムが好きなだけじゃないの。まあね、ベストポエム賞だから、うん、ベストポエム賞、まあ、こいつかな。キャラ的には大好き。第一こいつかな。ポエム賞はこいつ、うん、ベストコーディネーション賞と、はい、いや素晴らしいな、おもろかったわ。